行くか。ああ。僕？あれ？いない。2100、別の惑星に BG、 ここがその星で、あの記録だけでは。ほっぺに針でも刺す小さなポッチ、あのトイレでついた記憶がない。まさか宇宙人に捕まって何かインプラントされてたり。インプラントは考えすぎか。とりあえず三浦くんは十郎くんの家にかくまってもらった。彼を巻き込んでしまった責任は、いや、17番騎兵には2108騎兵を見つければ宇宙人の話が本当か調べられる。彼は宇宙人ではなかった。日本の企業が作った未来のロボットだ。依然としてエージェントは校内を調査している。おそらく BJ が宇宙人だと誤解したままなん。ちゃんと隠れてたんだね。あの、もしも BJ が見つかりそうなら素早く退、きっと大丈夫。 BJ が言ってたあれ、私たちは宇宙人でここが別の星って、私やっぱり信じられないよ。BJ どういうロボット？私は、アイラ。資源ドローミル。三浦君が BJ のことは騎兵の装備って言ってたの合ってたんだ。探してる騎兵にあれ以外にもあるのよね。2188年の記録映像。スルタラマン騎兵と記憶セルリ、全ての記憶がある。あんなの見ちゃったら真相が知りたいよ。私、納得がいくまで BJ と一緒だからね。もう、ぶっ探しに行こう。先輩には内緒なんでしょ。あ、おっと、どこ行くの？また抜け出す。それがのっぴきならない用事なんです。1年はフラフラするのがいるし、部室は荒らされるし、また野良猫の夜の間に部室の、まさか
MIB が BJ を探す。またわけわかんないこと。着いたよ。1945年、あそこにもなかったのよね。2065年、8番があったけど17番は結局なかったわね。セクター1探索済みだっけ。17番どこにもないわね。セクター1移行。もう一度探してみるの？セクター1は何年なの？2102世紀？アクセスコード承認。セクター指定。この部屋だけ電気ついてる。ねえ BJ、 これ地下施設って言ってたよね。地上はどうなってるの？高等の放射能汚染。地上には出られない。え？あいつらに核爆弾を使ったの？都市開設の政府の最終判断だ。それでも倒せなかったの？アブが多すぎた。この地下施設以外無事な場所はない。さっきから何を調べてるの？記憶を探している。記憶？ BJ の？このドローンを自己診断した結果、記憶の分断と不整合が見られた。記憶の 72% が消去されている。少なくとも身のもっと多い可能性も。誰に？不明。消去された記憶に異変の初代情報を含む可能性は高い。この施設にはこの時代最大規模の量子コンピューターがある。記憶を保存するとすれば、ここがこの下地下300メートルの どうしたの？核情報に誰か転移してきた。ここに来る。え？
うしよう。何者なの？知ってるから、痕跡を消去した。急いで書く。待って、どうです？これだけではね。 D コードか、厄介だわ。記憶屋との連結部に仕込まれてる。取り除くには構造ごと物理的に切り離すしかない。それでは致命的な脳の損傷を負う。その切り離すプログラムで騎兵が汚染されています。騎兵ね。自動工場の制御が一部変更できるのはよく見つけたものね。それを見つけたのは2週前の泉十郎です。2週前、忘れたのですか？世界が滅んだ瞬間から二度遡って。そうか、転送範囲は居住区だけじゃない。セクターゼロへの転送でそれも可能か。ともかく今は時間がない。この情報はどこから引き出したの？地下にある円盤のコンピューターですが。円盤ね、そんな風に呼ばれてるのね。そこへ行ける？行けます。行けるようにしたのはあなただ。本当に忘れてしまったのですか？子供の頭脳だもの。記憶違いはあるわ。そう思わない？さあ早く。今の千尋ちゃんだよね。それにゴート先輩も。BJ も見たでしょ？夏のオリンピックで。そりゃ BJ が止めてなきゃ。飛び出してたけど。過去で見たあの人もゴート先輩だ。先輩も過去や未来に行き来できる。幼稚園の服だったけど、三浦くんの妹千尋ちゃんだよね。でも嫌がってる風でもなかったし、なんか雰囲気違ってた。先輩は先生に話す時みたいな口調だったし。ねえ BJ、 見つけた。アクセスと履歴が残っていた。やはり記録を保存していた。本当？当時の私はこの状況を予測していたようだ。本来がある。何？記録データが発見できない。保存領域のどこかに隠されている。すごいコンピューターなんです。パパッと見つける。保存領域9000280。
特定って？ゲートは HP が表記で、ヒントアルファベ、BJ と初めて会った時、私名前だと思ったけど、もしかして BJ は君が付けた名前？違う、あなたが言ってたのよ。気持ちに記録がない。待って、思い出す。そう、確かBJ 115 BJ 115。違った？見つけた。やった。それで、それで、ゲーターマンティヘイがどこにあるか私は知っていた。どこにあるの？上空500km。 え？上空？軌道上と人工衛星。宇宙にあるってこと？ここからではアクセスできない。行こう。宇宙へ？上とレイヤーが行っていた。あれ？あなたは2年の。陸上部に何か用ですか？空いてる。よかった、洗濯物に隠れてたのね。あの2年生、BJ のこと探してたの？おそらく。もしかして、MIB？ 組織は不明。なら、狙いは？記録？もしくは、未来と、技術と、情報。私も疑われ始めてる。急いで騎兵を見つけなきゃ。円盤にあるのよね。円盤って言ったって、どうせ日本製なんでしょ？そう呼ばれる管理システムだ。はぁ、やっぱりそうだよね。で、どこにあるの？ゲートから行ける。バックもこれも知ら。さっきの2年生見つけたら走っ。
だよ。どうしたの？セクター5と同様。今日は無理なの？セクター3、次元と。セクター3？40年後、私、50代。アクセスコード、勝利、セクター1です。崩れそう。2025年もやられたんだ。あ、何か。うちの学校の生徒手帳、2年 A 組、顔写真。あ、部室で見。なんでここに。この廃墟、まるで誰かが生活してたみたい。円盤はすぐ近くの。置いてけぼりはなし。絶対ついていくからね。そこで止まる。うん、死ぬ。先輩もタイムトラベルを。来ると思って先回りしたのよ。ここは426の隠れ家だもの。仲間なんでしょ、奴。誰？知らないよ、こんなとこ初めて来たのに。とぼけるな。南夏の、後でじっくり奴の居所を吐いてもらう。でも今はそれを持ち帰るのが任務。データユニットを渡してもらうわ。素人勉強と今利用されている。私とサムさん、ヘルトは真実と記憶を君たちに知らせたくないからさ。興味ないわ。君と今テクニャと記憶でも。BJ は連れて行かせないから。邪魔よ。彼は日本の企業が作った17-2108騎兵を見、宇宙人の話。状況なので帰れない。